モンスターマスターの素質があるはず。へー、俺は魔族の血が半分汎用なんや。まずはわしのモンスターを一匹譲ろう。うん、今からする質問の答え。え、それで選ばれんの？お前にぴったりなモンスターを選ぶ。ポケダンシステムやん。かっこいいモンスターよりかわいいモンスターが好きかの？僕はですね、かっこいいモンスターのが好きです。ふさふさよりもすべすべが好きかの？え、ふさふさよりすべすべが好きか。すべすべか。まあでもなんか毛とかって臭くなりがちやから、手洗いのこと考えたらふさふさのすべすべの方がええかも。はい。不思議なモンスターが好きかの？どっちだろう。モンスターの知識ねえからな。俺が好きなメトロゴーストとかなんやって、ああいうのが好きなんやけど。不思議なモンスターか。不思議ちゃんか。不思議ちゃんでぶん殴りたくなるからな。どっちだ。不思議なもんは不思議なんで悪くねえか。可愛いしな。なるほど。お前にぴったりなモンスターは。なんや。何が来る？やだーやだ、かっこよくないよー。なんや、泥人形やん。どうじゃ、バッチリじゃろ。このモンスターに弱くない？強いかの？チェンジして、いや、でも泥人形って強いんかな。チェンジしたいけど困るかな。いや、泥人形でちょっとやってみるか。運命やと思って。仲良くするんじゃぞ。できるかな。このモンスターに名前をつけてください。名前は後から変えることができます。泥人形の名前どうする？いや、でもまあデフォルトネームでもええとは思うけど、なんか愛着持って、なんか人っぽい名前つけてやりてえな。たかしとか、なんかいい名前ない？この泥人形っぽい名前のやつ。男の子か女の子かってどっかに書いてある？じゃあアンケートで。じゃあちょ、アンカ行くよ。俺のアンカの矢印の下、ちょっとニコ生システムすぎる。俺これ矢印の、俺がチャットした5つ下のやつにするなって、これニコ生システムすぎる。古い、行くよ。お前ら行くよ。人っぽい名前、よろしくお願いします。では、じゃん。パイナオは人の名前じゃない。なんか久々にこんなんやったな、俺。10年ぶりぐらい。じゃあ、ナオミにするか。よし。ひらがなやでセーフ。あ、本当によろしいですかとかないんや。まあ、でもなんかっぽく見えてきたし。こやつもお前が気に入ってよ。気に入ってくれたって。モンスターマスターの基礎を伝授し。